ハロー、朝ギーニョです。グッドモーモー。今日の動画は元気 200% になれる究極の癒しの旅に行ってきますという動画です。行ってきっす。行ってきっす。なぜ私がこのような企画をやろうと思ったかと言いますと、話せば長い話になってしまいますが、簡単に言うと疲れたのです。疲れた。疲れる時はな、私な決まってなこう海見に行ったりとか自然に触れたりとかすんねんけど、やっぱりそのなんか YouTube とかさやってるとさ、正直な話なんか普段こういうことは言わへんねん。待って。最悪。最悪や。事件です。待って、ほんまにやばいねんけど。これも私のこのメンタルのせいやと思う。私がなこういうメンタルやからこんな悲劇ばっかり起きんねん。間に合わへんねんけど。誰か私を笑顔にしてよ。まあじゃあ気を取り直して熱海に行ってきます。私の笑顔が見れるかどうか最後までお付き合いください。到着しました。熱海の海です。日暮れてしまった。寒すぎ無理。車乗りたい。ここやめちゃくちゃレトロというか古めなお宿でした。大丈夫かな。いらっしゃいませ。こんにちは。あさぎーにょであさぎーにょさんね。あさぎーにょ歌手とかやってる。そういう大したなんか歌ってみてよ。明日ちょうど花火大会なの。明日の夜8時20分から。冬なのに珍しい。冬でもやるんですよ。階段急だから気をつけてくださいね。おかめのキャラが濃いお部屋です。じゃん。めっちゃね古い味が出てます。こういう感じです。めっちゃ痛い。やばいねんけど。モグラかタヌキ。もうほんまについてない。今日なんだもう嫌や。電車も止まるし海も見れへんかったし置物壊すし、まに無駄な一日やった。今日は寝ます。おやすみなさーい。ハロー、グッドモーモー。今日もまた一日が始まりました。あ、やってる。花火大会の準備をしてます。頑張れー。この花火大会は1952年から受け継がれています伝統的なイベントでございまして、今年で68回目となります。バラバラピコピコお腹が減った。焼きたての鮭です。お食事って命をいただくっていうことやから、ありがたくいただかないとね。すいません。昔はそんな風に思えへんかったけど、ちゃんと生きていくうちにそういうことも分かるようになってきた。あさぎんとしたお漬物がね、2つから選べるんです。浅漬けでお願いします。浅漬けです。ありがとうございますね、ここのさ旅館のさお風呂温泉がめっちゃ可愛くて、みんなにも来てほしいな。すいません。大丈夫です。おじさん、そのペン借りてもいいですか。差し上げますよ。よっしゃ、あらまもう行ってきます。ちょっと待って。3、2、1。よかった、間に合った。間に合ってよかったね。これ書いてくれない。はい、もちろん。ちょっとペン持ってくる。持ってます。ありがとう。私実は歌うんです。歌うの。じゃじゃーん。あーで、熱海ってなんで熱海って呼ばれるようになったか知ってる？海水から温泉が湧き出てきてめっちゃ熱くなるわけよ。で、昔熱海ヶ崎って呼ばれてて、それが転じて熱海って呼ばれるようになったらしい。いや、はい、ありがとうございます。で、あそこのパン屋さんがめっちゃ美味しいんよ。はい、ありがとう。ちょっとここでさ、3つ数えれる？ 3、2、1。これあげる。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。危ない。マジで危ない。よかった。ありがとうございます。よかったです。ちょっとお願いしたいことが。おーい。釣れてる？釣れてないです。よし。行くよ。事態発生、緊急事態発生。早く出す。ねえ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 、そういうのやめえや。お金ってどうやって手に入れたかが大事やと思うねん。おとなしくギターの練習でもしとき。関係ねえだろ。ちょっと待って、ほらほら。でね。パキュン。いただきます。このカレーがめちゃめちゃ美味しい。これがね、タラで。すいません。はい。海鮮丼も一つください。はい。このさ、リムとラムってさ、知ってる？このキャラクター子供にめっちゃ人気なんやって。こんにちは。うさちゃん、外で写真撮ろう。ね、おいで、おいで。あ、すいません。うさちゃんね、今からね、5秒後に暴れ始める予定だったんですけど。大丈夫です。安心してください。じゃん。うさたんです。うさたんちょっと落ち込み気味で。ずーん。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。全然不審者とかではないので。おじさんって今日の花火大会の関係者とかだったりしますか？はい。お願いしたいことがあるんですけど、いいですか？パキュン。さっきのカフェのおじちゃんが現場責任者でステージ出ていいよってやってくれたので、今からここでライブです。曲を作りました。聴いてください。雷か。さすがに5000回目やし、もう完璧やって思ったのにな。海も見れなかったし、置物壊すし、無駄な一日やった。おやすみなさーい。おはようございます。昨日はマジ海も見れへんし最悪やったけど、今日こそは癒される一日にします。ん？看板持ってる。あ、花火大会やるって言ってたな。あー、最悪や。言わなあかんかな。あ、すいません。大丈夫です。海ってどっちやっけ？あー、かわいそう。救急車呼んでもらっていいですか？さっきの男の子の付き添いに病院に来ました。あ、なんかいる。釣れる時あるの？全然釣れない。私もさ、この銀色の竿使ってもいい？それ平石大師。平石。本日は町内で不審なウサギの着ぐるみが逃走中で、花火大会は中止にします。そう言ってるけど、普通に帰られへんねんけど。旅館今日も泊めてくれるかな。おはようございます。よし、帰ろう。ん？あれ？あの人らって昨日もおった人じゃない？っていうか、花火大会終わったよな。昨日も花火大会あるって言ってましたよね。昨日？だって昨日来たばっかりじゃないの？何言ってるの？町内で不審なウサギの着ぐるみが逃走中で、大変危険ですので。通行止め、霧でですか？そうです。事故が多発してるみたいで、どうしても東京に帰りたくて。もうよかった。え、まだおる。3日連続ってありえる？今日のさ、花火大会ってすごい伝統があるのよ。知ってる？なんで誰も昨日のこと覚えてへんの？わけわからん。歩いて帰ったりとかしたらどのぐらいかかりますか？いやー、もう明日になっちゃいます。明日じゃダメなんですよね。これ以上霧濃くなったらもう帰れん。全然見えへんのやけど。酸素薄いし、もう無理や。ドッキリとかそういうやつですか？これドッキリなの？いや、そうじゃなくて、同じ日が繰り返される。怖い。すごい伝統があるのよ。いつからやってるか知ってる？お、いやいや。1980年からね。朝日とか？朝日んじょさん。ね、聞こえる。残念ですが、奥様。こんな一日なければよかった。花火大会は中止にいたします。500回目の今日です。どうせ繰り返されるんやったら、もっと楽しい日が良かった。また明日も今日と全く同じ日が始まります。本日は町内で不審なウサギの着ぐるみが逃走中で、花火大会は中止にいたします。申し訳ございません。何もせえへんかったらまた同じ日が来るんよな。その手どうしたんですか？いや、ウサギの着ぐるみに襲われて大したことないんですけど、花火大会が。行ってきます。こそはウサギー、戻ってこい。あと一歩。ちょっと待って。もう一個。もう一個。ちょっと待って。そっか、寂しかったんやね。でも暴れるのは良くないよ。もうやっちゃダメよ。ついに花火大会開催です。みんなの楽しいそうな笑顔が見れて私は幸せ。なんかもっとできることある気がするな。なんやろ、新しいことどんどんチャレンジしたいし、みんなの笑顔を作っていこうかな。1981、2やっけ、冬の花火大会っていうのもあるのよ。冬って珍しいですね。珍しいでしょ。かわいいおかみさん。私もさ、まあこんな日なんてなくなってしまえって思う日もあるよ。いつもニコニコ働いてて素敵ですね。ありがとう。いつもニコニコ。ギター、そちらのギターお借りできないでしょうか。来た、すいません。そちらのそのギターお借りできないでしょうか。もう分からん、難しい。ありがとう。いや、もっと力抜けない。ねえ、その数字何？ 3378。頑張った数。早く出す。君さ、カツアゲなんかしてたん？誰だよお前。お母さん泣くよ。帰れよ、Have a nice day。よし、覚えた。雷か。じゃあね。バイバイ。ありがとう。バイバイ。また明日ね。ねえ、このさ、銀の棒ってさ、何やったっけ？平井心だけど。平井心？ありがとうございます。いや、とんでもないです。ありがとうございます。頑張ってください。はい、頑張るぞ。コート借りてもいい？はい、交換。ありがとう、おばちゃん。よし。みんな今日は来てくれてありがとう。した。みんなにとっては多分何でもない一日かもしれません。だけど私にとっては待ちに待った大事な日です。皆さん聞いてください。にしよっかな。グッドマウマ、おはよう。今日も花火大会です。雨か。えっ、次の動画も見てねー。バキュー。